山口組は兵庫県神戸市に本部を置く暴力団で日本最大規模の指定暴力団。組員数は約8200人。山形県と広島県と鹿児島県と沖縄県を除く43の都道府県に系列組織を置いている。住吉会、稲川会及び神戸山口組と共に国家公安委員会から主要暴力団に位置づけられている。菱形の中に 山の文字を描いた山菱と呼ばれる衣装のマークを組織の表彰、いわゆる大門としている。山口組の組員は1名の組長、数名の射程、及び数十名の和歌中からなる計100人弱に過ぎないが、組長を除く全組員は、それぞれが数十人から数千人の構成員を抱える組織の主領であり、直参と呼ばれる。米経済史。 フォーチュンが2014年に山口組の年間収益を800億ドルと報じたが、これは元公安調査官の菅沼光弘が2006年に行った記者会見での発言内容である、渡辺義則が組長だった古代目山口組時代の収入は8000億円の誤訳であり、誤報である。その後フォーチュン氏は記事を訂正し山口組の収益を年間66億ドルとした。 これは、ロシアンマフィアに次ぎ、イタリアマフィアの最大組織かもダをしのぐ規模にあたる。日露戦争従軍を終えた山口春吉は、折から急激な発展を見せていた神戸港に新天地を求め、海運業の労務者となって後大島組に家族。その大島組を率いた大島秀吉の主従関係を上位にたどればやがては、九州地区法の吉田基吉に行き着いた。 1930年頃の神戸港、山口春吉が沖縄市を集めて、神戸市内を本拠に結成した。後に、神戸ヤクザの頂点と言われるに至る、運河の親分こと、大島秀吉が率いた、大島組の参加にあっての結成で、およそ50名の労務者を抱える、山口組として発足。民家に山口組の看板を掲げた、事務所を兵庫区の西で町内に置いた。 1915年のことであった。しばらくは大島組の参加にあって活動したものの、いつしかその勢力は本家の大島組をしのぐものとなり、1925年における山口登の二代目襲名を経て、神戸中央卸売市場の開設に伴う利権を、巡り大島組と対立、死者を伴う激しい抗争の末に、道卸売市場の運搬作業の独占権を得るに、 至り1932年をもって大島組から独立した。1942年における山口登の死後、しばらくは後目が決することなく、組長不在の状態にあったものの、1946年に田岡和夫を狩猟に据えた三代目体制が発足。この田岡率いる三代目体制下にあって、昭和30年代から昭和40年代にかけて、 日本全国各地へ進出、対立構想を繰り返しながら急速に勢力を拡大していった。田岡周明寺の山口組の総勢はわずか33人に過ぎないものであった。それが1965年までに参加424団体、総勢9450名を数える巨大組織に発展。その間に当事者となった対立構想は 日本の各地を舞台としたもので、小松島構想、名誉会構想、鳥取構想、博多事件、広島大理戦争、松山構想などが主要なそれであった。九百七十一年九月二十五日、麻薬撲滅決起集会を開催した港川、神社警察当局による、いわゆる第一次頂上作戦のその中で、直系組長らの脱退と直系組織の解散が、 相次ぐに至り、一時期弱体化するも、勢力の回復を経て、田岡の死去の前年にあたる1980年までに、2府33県に559団体、1万1800人、あまりの総勢を要する組織に成長した。そうした三代目大正期を築いた田岡は、山口組の中高の祖として記憶されるに至った。1971年9月5日、 山本健一が若頭に就任。山本が責任者となって、麻薬追放、国土上化連盟を結成した。さらに、同年9月25日、神戸市幾田区の港川神社で麻薬撲滅決起集会を開催した。1984年における、竹中正久の襲名によって四代目体制が発足するも、これを不服とした。 理反勢力を相手とする大規模な構想に突入。その過程で構想相手の一和会により暗殺された竹中に代わって構想が集結するに至った平成元年、三加山県組を率いた渡辺義則を首領に据える五代目体制が発足。暴力団対策法志行の年でもあった1992年には直系組織総数が三代目体制下1963年。 以来の最大数を記録した。1995年1月17日に、阪神・淡路大震災が発生すると、渡辺自身の人頭指揮による組織ぐるみの災害救援活動を展開。その活動は、神戸新聞社の記者でさえ、半端なものではなかったと言わしめた古代目大正期の1995年1月17日に、阪神・淡路大震災が発生すると、 渡辺自身の人頭指揮による組織ぐるみの災害救援活動を展開。その活動は神戸新聞社の記者でさえ半端なものではなかったと言わしめた。神戸ではこうした災害時の活動のほか山口組を治安維持などで頼りにする人は珍しくなく独特の山口組感が今なお息づいている。毎年10月31日にはハロウィーンの日に 地元の子供らに歌詞を配るのが恒例となっていた。また神戸では、ヤクザの権威がまだまだあり、それが、犯罪の抑止力になっている側面が残っており、警察も役所も当てにならんとき、頼りになったのは、山口組んやという風潮も今なお強い。1997年になると五代目大成、開始以来の非常事態と言われた、匠若頭射殺事件が発生。 この事件は以後の組織に混迷をもたらす未解決の懸案事項となった。2004年から長期休養に入ると共に組織運営の全権を執行部へと移譲していた渡辺であったが2005年7月に引退を表明。良きなき突然の引退であった。ここに1 6年間の長きにわたった5代目体制が終焉。そして若頭の役にあった。 司かさし信子と、篠田健けの新たな襲名をもって、同年のうちに六代目体制が発足し、現在に至っている。2015年8月には、篠田組長の出身母体にあたる名古屋の行動会と、関西地方の山県組を筆頭とする諸団体との、不和が表面化し、事実上の分裂事態が発生した。9月には離脱した13団体と新加入した1、団体が新組織。 神戸山口組を結成、初会合を開いたと報じられている。分裂後、山口組と神戸山口組のそれぞれの参加団体が関係する事件が2016年3月6日までに20都道府県で49件発生しており、警察庁は対立構想状態と認定している。その後、同年3月7日に警察が、 対立構想状態と認定してから2020年末までに22都道府県で82件発生している。2016年4月、神戸山口組と共に特定構想指定暴力団への指定が検討されることとなる。2017年5月には神戸山口組から任教団体山口組が分裂したことで事実上山口組は3団体に分裂した。そして、 人況団体山口組との事件は、2017年4月30日から2019年末までに発見、発生している。2020年1月、山口組は、神戸山口組と共に、両組織の拠点がある兵庫、愛知、大阪、京都、岐阜、三重の6府県の公安委員会により、特定構想指定暴力団に指定された。山口組は、以下の、 公領を定めている。この5課上の公領は、田岡三代目時代に制定されたもので、定例会などの行事の際に昭和される。加えて、年度ごとに定められる、組指針がある。山口組における、若頭は、組長に次ぐ、ナンバー2の立ち位置にあたり、稲川会に言う、理事長、政党に言う、幹事長や、書記長、学校に言う、教頭に相当する。 二代目時代三代目時代三代目代行時代四代目時代四代目代行時代五代目時代六代目時代主たる事務所は兵庫県神戸市灘区篠原本町4の3の1である一時団体にあたるこの本部山口組本家に対し二次団体の首領は本家に直につながる組長という意味を込めて直系組長あるいは直さんと呼ばれ 本家にあってはそれぞれ、組長の弟を意味する、射程あるいは、組長の子供を意味する、若手の役職名を与えられている。日本全国に散らばるこれら直系組織は、関東、北海道、中部、大阪北、大阪南、阪神、中国、四国、並びに、九州という七つのブロックには語れ、各ブロックの長は、執行部から選出される。この、 ブロック制は5代目体制発足直後の1990年に全国の暴力団に先駆けて導入されたもので、当初は大阪中のブロックも存在していたものの、2007年にこれが廃された結果、全国7ブロックとなった。各ブロックごとに毎月ブロック会議と呼ばれる会合を開いており、各ブロック庁は管轄地域の直系組長と執行部との 伝達役のような役割を担っている。司かさの部率いる六代目体制に入って、以降の山口組は、坂月外交と呼ばれる活発な他団体交流を展開し、かつての反目組織をすら含む日本各地の暴力団組織と友好関係を築いてきた。関東地方を本拠地とする住吉会は六代目、山口組とスータの構争事件を引き起こしてきたが、 組長の司しのが出所した2011年をもって、正式な組織間交際関係を樹立。山口組関係者のことによれば、六代目山口組が組織ぐるみの縁を持たないのは、工藤会と同人会のみである。山口組は2006年の7月から ID カードを用いたセキュリティ認証機構を総本部に導入、前代未聞の事態であるとして、注目を集めたが、 これは総本部への同人会による攻撃を警戒してのものであったのだという、同時期に同人会との激しい構想に突入した新勢力が山口組と信仰を有していた。ありがとうございます。